やがて龍が父の元を巣立つ時が訪れ、龍自ら極真へ行く決意をしたのだ。極真空手の頂点に立つ大山マスターズは龍の入門を心から歓迎した。やがて龍は父や大山の期待に応え大活躍していくことになる。龍の最初の戦いの舞台となったのは第8回全日本ウエイト制大会であった。成島龍の名が一躍有名になったのは、全試合一本勝ちの初優勝という快挙を成し遂げた富山大会である。翌年第11回全日本ウエイト制大会軽量級に出場。富山大会を制覇した龍はまさに天にも昇る勢いで決勝まで一気に駆け上がった。はい、頑張れ。
第12回全日本ウエイト制大会軽量級、精神的にも肉体的にも強くなった龍が帰ってきた。1995年第6回世界大会出場、龍の一撃必殺が炸裂する。オーストラリアの覇者ギャリー・オニールと対戦。双方互角で延長2回を戦うが、試し割り2枚の差で翌年第13回全日本ウエイト制大会に出場、階級を上げての初の中量級に挑戦。龍は怒涛のごとく進撃した。96年、オープントーナメントによる第28回全日本大会に出場。龍は体の大きい選手に対してもパワフルに攻め込んでいく。4回戦、神戸出身の強豪堀池と対戦。接戦が繰り広げられたが、健闘むなしく龍は判定で敗れた。翌年、Kyokushin史上初の第1回全世界ウエイト制大会が開催され、龍は軽量級に出場。安定感のある組手で外人勢を確実に打ち砕いていった。
の痛みが再び竜を襲っていた。がしかし、フィリオを倒してやる。竜はそう決意した。第16回ウエイト制軽量級優勝、竜は見事に逆境を乗り越えて世界大会出場の切符を手に入れた。